はい、今日もですね YouTube の視聴者さんよりご質問をいただいております。自分はですね普段アルペンレースをやっているのですが、友人に誘われてファットスキーを中古で購入しました。ファットスキーのチューンナップ、特にエッジのチューンは普段のアルペンの板と同じように切れる状態まで仕上げても良いものなのでしょうか。個人の好みにもちろんよると思うのですが、調整角度等でアルペンレースの板の違いがありましたら教えてください。はい、その他、はい、すみません、その他ファットスキー固有の注意点がございましたらそちらも教えていただけるとっていう形でいただいておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。これといって変わりはないですね。あ、そうなんですね。それこそ多分使ってある素材とかが若干違うとは思うんですけど、はい、もちろん性能も違うわけだし、はい、ファットスキーっていうのはどっちかというと鈍い、あんまりこう反応が早いタイプではないですし、はい、で滑走面側は下手すればそのファットスキーによってはそのコンベックスタイプっていってこういう船底みたいなやつもあるし、はい、はい、まあでも普通の板であれば、はい、エッジの角度のそのビベルは1度ぐらい落ちてればいいし、で手仕上げで結構切れる状態にしたとしても板自体が鈍いので、はい、まあ、よっぽど問題ないですし、こう深いところまでこう板がこう入り込んでいくっていうか潜るような板ではないですし。はい、だからアルペンの板とはもう全くそのトーションとかいろんなものも違うので、はい、そんなに気にされることはないと思います。はい、もうトントンにしてこうエッジをですね切れるような状態にしても板が、はい、切れないです、そこまで。はい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 、だから性能としてはもう全く違うので気にされることなくエッジの処理とか滑走面の処理も同じように考えたらいいと思います。まあそこまでなんだろう正確には出ないと思いますけど、はい、やっぱりそう柔らかく作ってあるので、アルペンの例えば多分乗って見えるそのレースの板と比べればですよ。なのでそう考えたらまあ、同じように仕上げたとしても、はい、そこまで反応はないということです。そうなんですね。楽しまれるのは本当にいいと思いますよ。それこそそうだな、そのアルペンの練習になるかどうかはちょっと別として、はい、やっぱりある人が、まあ、これたまたま言ってたんですけど、はい、いやものすごく面白いわ、楽しいわって、はいはい、浮力もあるから、はい、その池の中に潜っていかないっていったら、いつもそのアルペンレースやってる人なんか潜っていくような板を使ってるじゃないですか。ねじれが強くてこう入り込んでいっちゃうって。はい、柔らかい雪には、それがもう上の方で操作ができるんだよね、雪の上の方で。あ、はいはい、もうすごい楽しい。でもタイムが出るわけじゃないんだよね。だから結局その自分のやってる種目には、はい、そこまで有利かどうかわからないけど、練習になるかどうかわからないんですけど、はい、雪遊びを楽しむことはできるっていう、まあ、いろんなシチュエーションに合わせてっていう中の一つで、はい、新雪とかだからオフピストですよね、はい、はい、新雪とかっていうのも、あとは悪雪、はい、ザブザブの雪ですよね、人工雪とか、はい、そういうところでもう浮力があって楽しめるっていうことです。まあなんか用途分けで楽しむのよ。そう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 。なので切り替えていかないとタイムは出ないと思います。そこを求めてはダメだけど、そうですね。はいはい、なるほどなるほど。はい、まあ雪山をもっと遊んでくださいって感じですね。そうですね。わかりました。はい、ありがとうございます。じゃあお願いします。はい、ただいま、チューンナップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー、スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと。道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体づくりで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。